11月18日です。今日は特別な日となりました。以前からもお伝えしておりますように、こちら SL 人吉の機関車586号4号機がですね、100歳を迎えます。今日は特別運行ということで、熊本駅から八代駅まで往復運転をするということで、私チケットのさりました。ということで今日はですね、100歳を迎える機関車に乗って特別な一日をリポートしたいと思います。 SL 人吉を牽引する蒸気機関車586号4号機は1922年11月18日に完成。1975年に一度廃車されましたが、1988年から SL アソボーイとして豊肥線の熊本宮地駅間を運行。1999年には特別企画として銀河鉄道39号が運行されました。2009年からは SL 人吉として熊本人吉駅間で運行していましたが、おととしの7月豪雨で肥薩線が不通になり、熊本駅と鳥栖駅の間を運行するようになり、臨時列車として SL 鬼滅の刃や SL 桃鉄号が運行されました。改札口から特別です。ご覧ください、こちらに案内板があります。 SL 人吉100歳祭り、乗り場と入線と発車、丁寧に書いてあります。そしてですね、この奥、じゃじゃーん、特別な表記ですよ。 SL586541 100歳、英語表記も100歳。10時6分、熊本駅6番ホームに SL 人吉586541号機100歳号が入線です。見えてきました。向きが違うんですよ。今の運行ですと、こっちに86がいるんですけど、八代方面に86がついておりますから、入線するときはこのディーゼル機関車が先頭だと。見てください、ほら、100歳のお祝いにたくさんの人が集まってます。今日はどんな気持ちで運転しますか？もう一生懸命です。一生懸命、機関車と一緒に一生懸命で、運行します。10時21分、 SL 人吉586541号機100歳号が熊本駅を出発。およそ2年4ヶ月ぶりに八代駅に向けて走り出します。すごい、すごい、人はいっぱいいる。うわー、みんなね、86に今日はどちらからですか？今日私は益城町から。益城、はい、あの玉名駅にもいらっしゃいましたよね。いました、以前いましたね。86の魅力って何ですかね？やっぱちっちゃくて可愛いけども力強いっていうところでしょうね。お隣はどちらか？私は横浜です。横浜から。でもこの区間ね、やっぱり本来ホームグラウンドですから、はい、やっぱり乗っときたいっていうのが。この日沿線ではたくさんの人が手を振ってくれました。7月豪雨の被災前、 SL 人吉から見える当たり前の風景がそこにはありました。ありえないぐらいの人が右に左に来てますよ。本当に1年後の引退をもう発表されていますし、被災してね、視察員がそれ以来、まあ、一番人吉に近づく日なんですよ。今日はどこからですか？人吉からなんです。じゃあもう86のふるさと、はい、なんかみんなに愛されてるんだな、86好きな人いっぱいいるなと思いながら、そこでもね、手振ってくださってるから。もうこの音が鳴るとキュンキュンしますよね。もうこうキュンキュンします。なんかちょっと泣けてきますよね。そうですね。
八代駅までの所要時間は通常およそ40分、しかしこの日はおよそ1時間をかけて熊本駅から八代駅まで走り抜けました。みんなやっぱすごい、みんなお出迎え、あこれあいる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 、いっぱい、すごい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 、ありがとう、お出迎えありがとうございます。 SL 見てかっこいいと思った人手あげて、うわー嬉しかですね。汽笛を鳴らす回数とか多かったように思いますけど、元気な音、汽笛で応えてですね、皆さんにアピールしたつもりだったんです。この八代駅のお出迎え、この風景見てどぎゃんですか。すごいですね、本当に機関車が人を寄せるこの魅力っていうのがまだまだ健在だということを改めて痛感しました。八代駅では586-545号機の100歳記念イベントが行われ、関係者や鉄道ファンが大勢集まりました。100って書いてありますけど、100歳のお誕生日ですね。はい、そうですね、100歳です。もうおめでとうって感じですね。もうここまで最後力走してくれたらちょっと拍手を送りたいなと思います。ありがとうございます。あ、愛されてますね。この日は同じく肥薩線を走っていた特急伊三郎新平も運行され、八代駅なのに人吉駅の雰囲気が感じられました。お出迎えありがとうございます。今日の100歳の SL 人吉どぎゃんですか。あ、私たちもやっぱり人生100年って言いますので、私も100年まで頑張っていこうと思いますがSL に習ってですね、はい、頑張っていきます。熊鉄アンバサダー亀吉さんです。はい、これ今YouTube チャンネル撮影受けてます。なぜか取材されながらの、どういうことですか。そうなんです。社長、この風景見てどぎゃんですか。やっぱなんか感無量、なんかいろんな複雑な思いもあります。複雑ですね。でも元気はもらいます。人吉駅の駅長さんです。どういった涙になりますでしょうか。いや、まあ嬉しい涙ですよね。今日はもう100歳を迎えたということです。もう来年のね、一応引退が、ね、発表になりましたけど、はい、ただまだあと1年間はですね、しっかり運行してくれますんで、また皆さんの応援でですね、盛り上げていただけたらなと思ってます。はい、現役で国内最古の機関車 SL 人吉586-54号機は老朽化や部品の調達が困難なことで2024年3月に引退します。再び肥薩線を走ることはできなくなりましたが、これからも乗客や沿線の方々にたくさんの笑顔を与えてくれると思います。